ここに来るのが私自身も初めてでして、まあ、まさか家がこのような状況までになってるとはちょっと私の想像を超えておりまして、もうこれだったらやっていいよって言われてるだろうなって、なんか私自身も、私やらないと自分の荷物も運べないので、どっちみちなんか仕事して帰りたくなるような家、空間には私はしたくて、クリスマスプレゼントやって、あー、そうですね、奥様からご主人にプレゼントですね、クリスマスプレゼント。4時過ぎにユキ出てくれる、雑誌に来てくれへんかな。あ、OK です。はい、いいよー、イカちゃん渡していたってくれ。イカちゃんこれ2階置いといてくれへんかな。はい、で、ほうきとちりとりごめん、下ろしてくれへん。あ、たたあったからパックリン、うん、やります。ちょっと勇気が片付けてる間に並行してやっていきます。秘密兵器試作品の洗剤ですね、全部試作品。これはうちが今作ってる洗剤ですね。何も名前もまだ何もない、空容器に入れてるだけだから。サブチャンネルの方で作ってる工程とかはね、載してるんですよ。ついてね、これはなんかゴシゴシせんでいいやつ。もうなんかこれしながらこっちしたりとか、ここやりながら袋詰めたりとかできるように開発してる洗剤っす。やってみよう。取れへんかったらどうしよう全然取れへんかった。これで放置してたらガンガン押していくっていう。これしばらく放置コーチです。見える。見える。これはすごくない。さあ、発売までにね、まだ時間かかると思うんですよね。まだ開発中なんで。まあ、お前、まあ、ゴシゴシしてたと思うけど、こういう感じで浮かしてと放置しながら結構浮いてきてる。まあ、このカス系はちょっと焦げは取らなあかんけど。どういう感じ？どういう感じ？パチッ。おー、すごい。見える？見える。テレビショッピングみたいになってる。うん。すごい。
これちょっとふやかして焦げとかを一気に取る。これでまだ試作だ。試作試作まだまだ。やっぱいいものをね、せっかくやから作らないとっていうので。いやでもすごい取れてる。たまにめっちゃ取れるよ。うん。でもね、原価高いんですよね。高い。高いね。これやっぱある程度取ろうと思ったら、うん、無理。原価やっぱ上げ、うん、上げざるを得へんみたいな。で一瞬でピカピカなるへん。一瞬で取れたよ。あとはこの焦げをちょっと取って。いやこれ完璧取れへんかもな。これ分解できたら最強やな。無理なんだな。試作で作ったけど、なんていうの。これの万能クリーナーを今開発中だけど、これまあおいおい世には出ていくとは思うけど、手に優しいやつ、汚れがそこそこして、このバランス難しそう。めっちゃ難しい。仙台会社の人めっちゃやってる。これアロエとかも全部入ってんね。そう、アロエとか入ってて、なんか入れたら保湿ができて汚れが落ちる、手荒れせずに。これにヒアルロン酸とかアロエとか入れてる。ちょっと試作洗剤、これ別に素手でも全然、ただ泡立ちすぎるからちょっと微妙やねんけど、注意書きでは多分手袋してくださいねとか書くと思うけど、めんどくさいやん。なんかハンドクリーム後からつけなあかんとか、そう、めんどくさがりやからさ、そういうの。今税関できます、うん。リュウさんどっか行くの？僕そうなんです、ちょっと。では。綺麗になってるように見える。うん、本当。やらせなし。やらせなし。どうやらせる。もうそう。で、そっちはあとどれぐらいで終わると。まあ、言うてる感じですね。あ、ほんま。それ言ったらちょっとお風呂やってくれへん。はい、どうした。お風呂やってくれへん、それ終わったら。あ、わかりました。あ、でもだいぶ…だいぶ取れてる？うん。このレベルになったらやっぱゴシゴシしなあかんな。ゴシゴシせんでいいのが一番いいんやけどな。人気急上昇です。おかげさまで。じわ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 。人気上昇。人気を。自分で言うと恥ずかしいですね、ちょっと。サブちゃんが、ヒデが生きるなみたいな。確かにサブちゃん向きやもんね。サブちゃん向きっす、ほんまに。さて、ここが一番楽しいとこですからね。どの洗剤使おうかなっていう。やっぱでもお風呂、ここちょっとモザイクで。やっぱお風呂に。やせえや、お客さん笑ってるやんけ。キッチン。どないしろ。どうですか、僕ら早い。作業的にちょっとどうですか、飽きました？見てて。全然飽きないですね。飽きないですよ。楽しそうですか。楽しそうやって。楽しいです。あ、全然取れますね。え、飽きるすいません。いやね。
分からなくなってきました。どういうこと？泡が汚れてきたんで、どこが汚れてるのか分からなくなってきたんですけど、流すのが楽しみですよね。木に白鍋を見とってください。流しながらやれます。普通のなんかこういう洗剤と、まあ、ま混ぜるのがいいんですけど、重曹をちょっと入れてで、なんか酢とか混ぜてあげるとめっちゃ実は落ちるんですよ。すごい。これなんか一回動画で出したんやけど、で、まあ、これに酢入れてやったらもうこれはめちゃめちゃ落ちる。研磨作用もあるし、これはめっちゃ落ちる。コメント欄でも結構めっちゃ落ちるって、これはめっちゃ評判いい。掃除になんかちょっと一工夫入れんやったら、もう洗剤と重曹とお酢。なんで酢やねんって言われたら、うん、俺らも分からへんけどなんか酢ってなんか油汚れにいいとか、いや、みかんの皮とかそうこれ水じゃなくて酢入れた方がパワー上がるんじゃないっていう簡単な思いつきから酢入れてみたら、酢入れた方が落ちるよなっていう気持ちでも俺はそう思ってる。ガちゃんさすがやな。あのベランダの袋あるやんか、はい、あれだけもう切ってるし、袋だけでいい。うん、ベランダの袋だけ。今日いないけどノブくんもハウスクリーニング好きよね。好き。ノブとナガちゃんは2人でちょっとリピーターさんのお客さんずっと行ってる。ああ、あっちもなんかめっちゃ手こずってるみたいな。あ、そう、うん、当初なんか昼ぐらいに終わるって言ってたはずが、まだ終わってへんから、多分なんかあったんやな。けどアメリカはあれ、家族と過ごすもんなんですね、クリスマス。家族と仕事も。それこの前調べてたんで。日本はやっぱ独特の文化になってる。最近学んだことある。行きます。どうあれ？いや。あ、でもだいぶ食べてますよ。お。完全には取れないですね。もう一こすりいるっすね。これはもうこれ以上消すから剥げるわ。わかんないです。このぐらいで大丈夫ですね。綺麗になりました。お弁当作れますね、これで。もうとりあえず、はい、終わりました。どうぞ。向こうで持っていって、今度しゃべりいって。そうです。すみません、ありがとうございました。はい、ありがとう。いかがでしたか。作業を終えてみて、なんかまあ実際多分作業する前ですごい不安やったりとかもあったりもしたと思うんですけど、まあ、僕は単純にお話していく中でなんかすごい笑顔で接してくれてはったんで、はい、作業自体もやりやすかったですし、楽しく作業できたかなと思います、はいはい、で作業時間でいうと2時間半そうです、ね、ハウスクリーニング入れて2時間半なんですけど、いざ立ち会ってみていかがでした。あっという間に、なんか
ものがなくなっていって、なんか自分一人でもしこれをやるってなったら、もう多分、まあ、諦めて本当に蓋をするじゃないですけど、見て見ぬふり状態で逃げてしまいそう、逃げてしまうと思うんですね、実質。でそれをやっぱプロのゆめさんにお願いすることによって、なんかそこは助けられたというか、本当に助かったなっていう、本当に感謝です2時間半を本当にずっとお客様つきっきりで作業を見ていただきながら、飽きなかったですか、2時間全然飽きなくて、おそらく動画に映ってない、本当見えてないところでも、本当今日4人の方とカメラマンさん1人なんですけど、それぞれ4人の方が見えてないところで黙々と作業をやったり、連携しながらこう、まあ、動画で多分皆さんも見ていらっしゃると思うんですけど、こうなんかすごいやりやすそうなチームワークでどんどんこう仕事が進んでいくのを見て、それも仕事ぶりもすごいなと思うし、なんか気持ちも見てて、なんか全然嫌な気分にならなくて、ずっと少し、まあ、安心してなんか見ていられました。はい、よかったです5時半なんで夕飯時なんでね、もう今から旦那さんとちょっと美味しいもん、はい、外で外食してもらった間ちょっと若干換気してもらって、はい、はい、いいかなと思います。片付けで悩まれている方で共通するのが、作業がどん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 進んでいくにつれて、やっぱりお声とかも明るくなったりとか、はい、なんかハキハキ喋ってくれたり笑顔が出てきたり、次のことを考えてくださってるってのがいいですね。今正直ちょっと床はやっぱり、はい、あの糞尿とかでのダメージっていうのはあるんですけど、じゃあ次床をどうしようかなとか、これ敷板やったりとか絨毯引いたらそのままダメかなとか、次のことに考えが向いてるっていうのが嬉しいですね。やっぱり片付け前ってやっぱ本当に今この状況っていうので、どうしようどうしようっていうのはあったと思うんですけど、やっぱりご主人様もそのワンちゃんのことのことを、ワンちゃんのことを考えて、ゲージのことをやったりとか、そういう先っていうのが明るくなってる感じしますよね。はい、やっぱその一言が出ただけでも、あ、なんかちょっと依頼してすごい良かったなって思いましたし、私自身もなんかもうすごいキッチンとか、今日実はうち今お湯が出ない状況で、もうこの真冬で、しかも夕方に近い時間で、もう冷たい水で、お掃除をしかも素手でやってくださってたし、ペレさんとかもお風呂の方をきれいにしていただいたんですけど、もちろんあちらのシャワーの方も水しか出ない状況で、掃除もしてくださってたので、まあ、そういう点でも全然全く感じさせずに、冷たいとか普通だと多分出ちゃうと思うんですけど、そういうのもなく普通にも会話で声かけていただきながら、掃除進められていたところもすごく本当はすごいなって本当に思いました、そこも。はい、まあ、ただ単にペレは一生懸命なので手が鈍くなってるかもしれないですあまり暑さとか冷たさ感じてない手やと思いますそんなところまでね、お気遣いしていただけるのはありがたいです。もしですね、また今回突発的にね、多分利用されたと思うんです。例えば悩んでて、どうしようどうしよう悩んでて、いや、いざ片付けようっていう形じゃなかったと思うんですよ。いざ入ってみたら、どうしようどうしようっていうのは、この 2,3 日で決めないとダメやったことやと思うんですけど、何か視聴、いつも EV の動画を見ていただいているのであれば、いざ利用してみて、なんか視聴者さんだったりとか悩まれている方、何か向けてなんかメッセージとかってありますか？そうですね、もう EV さんに頼んでみようかなって、もうかなっていう時点でもう頼んで大丈夫ですって私はもう言えるかなって。あとはもうご予約の状況でタイミングがうまく合うだけかなって。ご予算もあると思うんですけど、今日も頼める、そういう条件も含めて頼めるんであれば、もう早いうちに私は頼んじゃった方が、気持ちも多分悩んでる時間がもったいなくなっちゃうと思うので、
インベさんに頼んで大丈夫ですと私は今日半日やっていただいて、もう本当にそれは感じます。自信持っています。ありがとうございます。まあ、逆にうちで言うと、まあ、動画でね価格を出してないから不安って言われる方もいらっしゃるんですけど、はい、決してぼったくりでもないんで、はい、すいません今回ご利用していただいてありがとうございました。ありがとうございました。また何かお困りごとあったら、はい、関西来られたんでいつでもお電話いただけたら、はい、LINE でも構わないんで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。イガちゃん、今日はイガちゃんとペレが、勇気は西尾はもう最近ちょっと出ちゃったんですけど、はい、僕ら3人で示させてもらって、はい、どうでした？お客様立ち会いの音の作業。あー、でもやっぱ緊張しますね。ちょっと見られてる。普段は僕らだけなんですけど。今も見ていただいてるんで。僕はやっぱ見ていただいてるってことで、良いパフォーマンスをしようって心がけて、いつもよりなんか動けたかなって思いますね。まあ、結果、イライスさんが喜んでくれてはったんで、はい、ありがとうございます。よかったです。作業はもう一旦こんな感じで終わりですか？作業はもう終わりです。はい、もう今から帰ります。はい、もうお客様からなんかもうイライシャさんから旦那さんに向けたクリスマスプレゼントっていう。ああ、なるほど、素敵な、うん。びっくりしはるんじゃないですか？うん、こんな綺麗になってたら。ね、まあ、僕からは帰り2人に、はい、ケンタッキーのドライブスルー。ありがとうございます。クリスマスですね。イライシャさんだけずっと拍手してくれてありがとうございます。クリスマスです。じゃあ、帰りましょうか。はい、はい。もしよかったら、この動画また良ければ、はい。高評価。言って、高評価、いいね、その他もろもろチャンネル登録、コメント、チャンネル登録、いろいろお待ちしております。ありがとうございました。ありがとうございます。帰ります。ありがとうございます。メリークリスマス。メリークリスマス。